韓国の最新の防衛白書で日本が格下げされ、周辺国としての扱いに変更されたことは、日本とアメリカの両国からの注目を集めているよね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか、国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があると思うよ。特に、韓国との関係性においては繊細な外交が求められるな。韓国に配備されている F-35A ステルス戦闘機については、この機種は最先端の技術を有する第5世代戦闘機であり、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素だね。F-35A は、そのステルス性や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているぜ。また、中国がスパイ行為を行っているとの指摘があることについては、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必要だな。各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集する傾向にあり、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるからね。韓国と日本、そして地域全体の安全保障環境を考慮すると、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうな。さて今回は韓国の KF-X プロジェクトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本と韓国の F-35 ステルス戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定だね。これに対し、日本はより広範囲な計画を持ち、A 型及び B 型の2タイプを合わせて合計147機の購入が決定していて、この大量購入は、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求に基づいているよ。価格については、日本の場合、F-35A 及び B 型の平均単価が約116億円と高額であることが報じられていて、これには技術移転の一部、機体の最終組み立て、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているんだ。日本はこれらの機体を国内で最終組み立てし、長期にわたって運用する体制を整えるための初期投資が含まれているみたい。一方、韓国はこれらの追加コストを避け、アメリカで完成した機体を直接購入しており、これにより、韓国は比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んでいるぜ。ただし、韓国が選択したこのアプローチは、技術移転や国内での産業参加の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性があるな。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制についても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索していると考えられ、これには、国内での整備能力の構築や、他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるんだろうな。このように、日本と韓国の F-35 導入計画はそれぞれの国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているね。アメリカが F-35 プログラムの契約において韓国のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由からで、まず、このアプローチは、整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を集約することで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるってわけ。また、日本やオーストラリアには初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、これらの国への配慮も含まれているな。これは、これらの国々が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、これらの国々で整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するぜ。韓国としては、国内での整備能力の構築を進めたいという意向があるんだけど、初期の契約では他国の整備拠点を利用することになっていたんだ。このため、韓国は自国内に整備拠点を設置することを目指しているものの、これが実現するまでには多くの交渉と調整が必要になり、もし韓国が自国内に整備拠点を確立できれば、自律的な防衛産業の強化につながり、運用の柔軟性も高まるだろうね。したがって、この契約における支持が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになるんじゃないかな。政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、各国は最適な解決策を模索していくことが求められるわけだね。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトには、確かに多くの課題があり、まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が明らかになったことは、KF-X プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆しており、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるだろうね。また、KF-X 戦闘機の開発に必要な費用が1機当たり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいことを示していて、これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機をはるかに低価格で調達できる状況と比較すると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状では、KF-X のコストパフォーマンスが疑問視されるのは避けられないからな。さらに、韓国内での F-35A のメンテナンス拠点を設置することが提案されているが、これが実現するとしても、整備拠点建設と運営にかかる高額な経費は、経済的にも技術的にも大きな挑戦となり、少数の機体60機程度に対する高額な整備設備投資は、長期的なコスト効率を考えると理想的とは言えないぜ。韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発し、生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがあるんだけど、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題だね。KF-X プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、地政学的な要因にも左右されると思われるよ。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトは、地域の防衛力増強及び産業技術の自立を目指す野心的な試みであるんだけど、様々な課題を抱えているんだ。KF-X の開発費用が1機当たり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があり、特にこの価格は、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われるってわけ。インドネシアの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているな。東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が武器購入政策にどう影響するかは注目されていて、アメリカが F-16V をインドネシアに売却することがどの程度の政治的な配慮を必要とするか、またその決定がどのように影響を及ぼすかは重要な要素だぜ。KF-X プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機開発における最も困難な課題の一つで、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存しているんだ。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっているみたいだね。これは韓国だけでなく、多くの国が直面している問題で、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々、特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるからな。このような国際的な技術依存が、韓国が KF-X プロジェクトを通じて克服しようとしている課題の一つであり、この挑戦がどのように進展するかは、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国のマラド強襲揚陸艦が収益したね。以前は F-35B ステルス戦闘機も艦載可能との報道もあったみたい。韓国の建造能力はちょっと日本とは違い、やっぱり人手不足は否めないな。それに出生率も世界最低との話だし、韓国は急速な国家滅亡へ向かっているような感じだぜ。今回は、このマラド強襲揚陸艦の甲板の耐熱処理技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年6月末に韓国で独特級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが収益したわけだけど、1番艦の独等の2007年に収益から14年を経たこともあり、同型艦とは言っても可能な限りの船体の拡張が図られたよ。具体的な内容として、マラドは満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、この規模感は1番艦の独等より満載排水量で約500トン、全長で15メートルほどの船体の大型化が実現されたものなんだ。なぜならマラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているらしく、一部では日本の出雲加賀と同様に短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性もあるとされていたんだ。しかし、実際にマラドの飛行甲板への耐熱処理加工については、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能というレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないのが現状のようだな。その理由として F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐えうる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそも独特級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計となっていないことが挙げられているぜ。また耐熱加工を語る以前にマラドの飛行甲板の強度自体が戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないと言われており、その点からも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは物理的にも非常に難しいだろう。ある意味、特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベーターや収納スペースの構造を鑑みれば、一見すると全通飛行甲板を備えていても戦闘機運用は容易ではないということがわかるわけだ。そうすると、海自の出雲や香川設計建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも考えられ、これらの建造の際に野党が憲法で禁止された空母であると非難していたのも間違っていなかったのかもしれないね。ただし、これまでの日本政府の見解によると、日本が憲法上保有できないのは、潜水艦発射弾道ミサイル通称 SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、攻撃型の空母であり、出雲加賀イコール攻撃型に抵触しないとの判断に基づくものなんだ。国際的に日本の自衛隊は軍隊ではないと言っているけど、他国から見れば摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている状態で、艦艇航空機等の主要な装備の調達にも面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も計り知れないものがあるんだろうね。一方で韓国のマラドは、1番艦の独等は強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されていたが、当時は大型輸送艦と呼称されており、これは間違いなく中国に向けられた配慮だったと言われていたぜ。韓国内のメディアは1番艦の独等と2番艦のマラドに関して、着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。ただし、現実的な論者たちからは韓国の最大の仮想敵国は現代においても一時休戦状態にある北朝鮮であり、陸続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないといった意見も見られるらしい。このような意見は韓国の置かれた地理的軍事的状況を考えた場合には正論だとも感じるけど、多くの世論は日本が竹島韓国名独島軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているらしく、その対応策として空母の必要性を唱えているんだ。このことは日本が出雲加賀の航空母艦化を決定して以降、なおさら韓国も対抗上航空母艦を保有すべきであるという声が強くなっていき、世論に現政権の支持率を高めるためにムン・ジェイン元大統領が半ば強引に推し進めているように見えたね。韓国はマラドに続く独都級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンリョンドと命名して建造する計画を推進しており、この艦が昨今、本格化している韓国初の軽空母になるものと言われていたんだ。韓国の軽空母計画で最も興味深いのは、これまで独島マラドの2隻の独都級強襲揚陸艦の建造を手掛けた阪神重工業者ではなく、世界最大の造船グループのヒュンダイ重工業者と、2023年5月に韓国財閥ハンファグループに買収されてハンファオーシャンと改名したウテウ造船改良者が名乗りを上げていた点だな。前述したように、阪神が独都級強襲揚陸艦を通じて航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じ、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を他社へ変更する方向で進んでいる点は稀有な気がするぜ。いずれにしても、韓国独力での航空母艦建造は非常に難しいため、ヒュンダイ重工業者にはイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、ハンファオーシャンにはイタリアのフィン艦経理社が支援を実施していたわけだ。すでに韓国の軽空母計画の初動の概念設計に関してはヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがってバブコック社が支援する形でクイーンエリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦システムが盛り込まれる可能性が非常に高いらしい。2021年5月にイギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行したクイーンエリザベスが当時の背景から韓国に寄港する可能性も高いと言われていたんだけど、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、同年8月に韓英の国防当局が合意のもと断念したよ。一方のハンファオーシャンとイタリアのフィン艦経理社のコンビは、独島級強襲揚陸艦と同様に艦艇の船体をコンパクト化し、ある意味小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられるよね。ヨーロッパ及び地中海地域における最大規模の造船グループのフィン艦経理社が手掛ける代表的な艦艇は、2023年に就役予定で進められていたイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量25816トンで韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだよ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小さな方だが、それでも艦載機はヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も高い方だぜ。ただし、韓国のハンファオーシャンとイタリアのフィン艦経理社の軽空母の設計案には強襲揚陸艦トリエステや、ヒュンダイ重工業者バブコック社案と異なりスキージャンプ方式は採用されていなかったらしい。クイーンエリザベス級航空母艦をダウンサイジングしたようなヒュンダイ重工業者バブコック社案よりも、ハンファオーシャンとイタリアのフィン艦経理社案の方が現実的な気がするんだけど、これは多くの人が思っていることかもしれないね。米国との同盟を核としつつ、日本、オーストラリア、フィリピンなど、他の同盟国との軍事協力を深めているな。これには共同訓練、情報共有、兵器システムの共同開発が含まれるぜ。特に、地域の安全保障環境を考慮し、南シナ海や台湾海峡での存在感を示す戦闘機、潜水艦、ミサイルシステムなど、国産化を推進している分野が多いらしい。この動きは、国防産業の自立化を促進し、国際市場での競争力を高める目的も持っているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機、戦闘攻撃機、対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて戦犯企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを堅くなに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の戦犯企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言後しばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置キャノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。